エルザレトゲームチャンネルへようこそ。今回はアプデ後のメガホンレーザーについて話をしていきたいと思います。新シーズンも始まって新武器とマップの追加など楽しいことが多いですが、スペシャルの強化もありましたね。その中でもトライストリンガーに影響があるかもしれない強化としてメガホンレーザーがありました。ですがダメアップや追跡の強化というわけではなく、システム的な向上となっているため影響が分かりづらくなっているのかなと思います。でも使ってみると使い勝手以外の恩恵も大きいなと改めて感じましたので、それを紹介できればと思います。ということで今回はメガホンレーザーのシステム強化によって起きる変化などを次の順で話していきます。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず最初は変更によるメリットとデメリットがあるということです。デメリットに関してはすごく悪くなるというわけではなく、以前から変わらず悪い部分と思ってください。まず変更点の確認からいきましょう。1、効果範囲内にロックオンできる対象がないとき、最後に範囲内にいた対象をロックオンするようにしました。2、レーザーが発射されるとき、ロックオンした対象は分かりやすくなるよう画面表示や交換を追加しましたの2つとなります。今回は火力のアップというよりかは使用する上で分かりづらかった部分を視認できるようになったというところですね。ですがこの変更はメガホンレーザーを使う上でかなり恩恵が大きかったように感じます。まずメリットについて話していきたいと思います。1つ目のメリットは無駄打ちが減るという点です。メガホンの悪いところはロックオンができないと無駄になるというところでした。これは感覚をつかんでいれば問題ない部分でしたが、メガホンを使わない人や苦手な人にとっては使いづらい性能というところでしたよね。しかも敵がタイミング悪くデスするとスペシャルが無駄になるきっかけだったので、これはありがたいなと思います。最初の索敵だけで1人のターゲットを必ず攻撃してくれるので、逃げながらの使用にも向いていていいんですよね。2つ目のメリットは複数を狙いやすいという点です。以前であればロックオンしたタイミングがわからなかったと思います。ですが画面にロックの表示がされたことと音によって以前よりも感覚的にできるようになったので狙いやすくなったと思います。これによって標的かぶりも分かりやすくなったので、見えづらいカベラとかでも狙えるようになりましたね。まあ、これに関してはバトルだけではなくサモランとかでも言えると思います。システム的な向上ではありましたが、敵に攻撃を当てるという基本の部分が強化されたように感じますね。誰でも使いやすいっていうのもありますが、単純に目の情報が増えるきっかけなので操作性が上がるっていうのも大きいところかと思います。でも強化されても解消されなかったデメリットっていうのももちろんあります。それは密集している複数狙いが難しいという点です。先ほど複数を狙いやすいっていう話をしましたが、これは条件が敵が分散しているからとなります。敵が分散しているということは画面を大きく動かしてしまえばそれだけロックオンがしやすくなるんですよね。まあ雑にできると言ってもいいかと思います。ですがマップや状況によっては敵が密集していることもあり、こういった場面ではどうしてもずらしにくいっていうのが出てきますね。こればかりは画面のずらし具合の感覚を覚えるしかないので、少なくとも連動は必要になってくるかと思います。ただデメリットといってもロックオンが以前よりも感覚的にできるようなところがありますので、習得するのは簡単かなと思います。アップデ後の変更によるメリットとデメリットはこんな感じになるかと思います。それではこの変更によってどういったことが可能になったのか話していきたいと思います。まずアップデによって得られた恩恵ですが、敵の予測がしやすくなるという点かと思います。というのも以前のロックオンはアップデ前よりもロックしましたという表示が分かりやすくなっているからなんですよね。以前であればロックをした時というのは味気ない感じでメガホンの動きで予測をするという感じでした。ですが今回のアップデによってロック表示が分かりやすく若干長くなったように感じるので、より動きが読みやすいんですよね。さらにマップの理解もしていれば逃げる場所の特定っていうのもしやすくなりますので、予測打ちっていうのがしやすくなります。なんとなく感覚で打つっていうのは変わりませんが、
どこにいるという最初の確定がもらえるのはかなり大きいかと思います。なんとなくというのとここというのでは攻撃をする上での確信が違いますからね。このおかげで武器や人によってはメガホンレーザーのアップデ後に攻撃が当たりやすくなったという人も増えたのではないかと思います。個人的にはトライストリン以外は対応していますが、このアップデで以前よりも読みや予測打ちの質というものは上がったように感じますね。感覚としてはマルチミサイルのロックオン時間短縮版みたいな役割と変わらないのかなと思います。それではメガホンレーザーのアップデが現在の武器にどう影響を与えるのか考えていきたいと思います。まずメガホンのスペシャルが付与されている武器はパブロ、ゴツガロン、ボルネオ、タケ、タピエリデコ、トラスト、スペシュの現在7種類になっていますね。まず前衛の武器3種類に関して見ていきましょう。パブロ、ガロン、ボルネオに関しては単純に無駄打ちが減ると思います。前衛でメガホンを使う時っていうのは敵陣に乗り込む前かさらに押し込みながら敵を撹乱するっていう時に使えますよね。前者の場合はゆっくり狙う時間っていうものはありますが、後者の場合は状況においては相手を選んでる時間っていうのはありません。そんな状況の中でしっかりスペアをターゲットに向けれるというのはかなり大きな変化かと思います。もちろん使い方は大事ですがね。続いて中高鋭武器4種類についてですが、以前よりも挟み込みの精度が上がるのかなと思います。っていうのもメガホンのロックオンの使用で敵の位置がより正確に分かるようになるからですね。ロックオンで敵の動きが読めれば射程によって挟み撃ちが以前よりも正確にできるようになります。この恩恵は前衛よりも後衛にこそ影響が大きい変更だと思いますね。感覚で動きを読むよりも一瞬で敵の位置が分かるわけですから、あとはメインの連動を頑張るだけっていうところになります。前衛と後衛それぞれの視点で見てみると恩恵があるアップデだったのかなと思いますね。システムの向上だったので初期からついてほしい気もしていますが、粘度が上がった今ならなおさら使いやすいものになったのかなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。アップデ後のメガホンレーザーについてはいかがでしたでしょうか。スペシャルの強化ということもあってダメージの期待をしていましたが、邪魔の特化という部分ではいいアップデだったのかなと思います。また今作が新規に向けたゲームになっているので、今から始めるプレイヤーにとってはとても優しいアップデだったのではと思いますね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。